もう毎年来てくださって、私たちがどれほど小さい群れからね励まされているか分かりません。They come every year. This 私たちは、は家族は全員韓国料理が大好きです。そして、 今日メッセージさせていただきたいと思います。<laughs> うん、はい、あのー、まあ、個人的に嬉しいのは、明日息子のアロンが帰ってきます。はい、えっ、ー、と、今日はね、あのー、本当メッセージの後、精算式をしたいと思っています。今日は、あのー、本当に、あのー、イエス様。 本当に一人一人がさらに本当に出会う日になってほしいと思っています。はい、今日私が話させていただきたいメッセージは、えー、これです。神様の予定という話をしたいと思います。皆さん、神様にもご予定があるのをご存知ですか 皆さん神様にもご予定があります。マジかと思ってる人がいるよね。自分の予定ばっかりみんな多分考えてると思う。今日何食べるか、みんなお昼、今日韓国料理だよねって思ってるでしょ lunch is be Korean food、ね、この夏、どこに行く、どこに泳ぐって大学生たち考えてるでしょある人は 25歳までに結婚するんだとか like, この就職でこんなにお金を儲けるんだとかでも今日は神様にも。 ご予定があるということを知ってほしいと思います。それがローマ人への手紙の8章の14節から34節が少し抜粋して読みたいと思います。はい。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。皆さんこれ味わって読んでくださいね。さっといかないように。はい、もう一回読みます。神の御霊に導かれる人は 誰でも神様の子供です。あなた方は人に人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父チチと呼びます。そこまで英語で読んで。So when we read,

人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです神を愛する人すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますなぜなら神はあらかじめ知っておられる人を 巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですそれは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですあらかじめ定めた人をさらに召し召した人をさらに義と認め義と認めた人はさらに栄光をお与えになりましたアメン読みましょう30節神は私の弱さを助けます For we do not know what to pray as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. He who searches hearts knows what's in the mind of the Spirit. The Spirit intercedes for the saints according to the will of God. We know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose for those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son in order that he might be the firstborn among many brothers and those whom he predestined he also called those whom he called he also justified those whom he justified he also glorified. amen. amen. God made heaven and earth. あなたを作りました。<made> 適当に作ったのではありません。愛して、愛して、どうしようかなって考えて、考えて、大切に作ってくれました。So、and and その神様がこの時間と人々とあらゆるものをあなたの人生のために持ちて、 人生をプランニンニグしてく time, people, だから皆さんよくちょっと最初に知ってほしいんですが皆さんが考えているプランニングよりも神様のプランニングは壮大です、so to so、もうこれだけ持って帰ってもらったらいいぐらいです。 私たちはこの頭で一生懸命計画を立てます。予定を立てます。<schedule> ね、この間、よ、明日ね、あちゃあちゃだ、昨日、岐阜の花火の予定だった。<日>ね、でも台風が来た。で、延期になる。人生、こういうことば,ばっかりじゃないけど、こういうことがよくある。 そうそう、あなんか私、雨女とか。Like, oh, なんか悪いことした, <bring> としたっけ神様祈り聞いてないとか。全くそれらは嘘です。 神様はるかに超えた計画をあなたに持っておられるんです。だから今日神様が私たちにどんな人生を予定しておられるか知ってほしいと思います。まず1つ目は神様はあなたの人生の同伴者である精霊を皆さんにくださっています。 おおライフパートナーライフパートナーです皆さん、イエス様はその精霊という存在をライフパートナーとして生きていますか you partner, あなたのライフパートナー誰ですか皆さんのライフパートナーは精霊なんですよ。Your life ここに15五節に、えー、あなた方は人を再び教師に、恐怖に陥とし入れるような、奴隷の礼を受けたのではなく、ことしてくださる、見たを受けたとあります。こここにに人を再びどこに陥れるって書いてます恐怖 私たちはここに精霊はでも私たちを子供とされたと書いています。ということは神様は私たちが恐怖に陥ることを知っておられるということです。私たちが恐れやすいということを知ってくださっている方が神です。 そういう神様が皆さんを恐れさせますか kind of 恐れさせるわけありません。「never って言うとあったね, <laughs> まあいいや <laughs> ねで。ここで私たちが怖がりだということを神様は知ってると言いました。それは私たちは何かにしがみつかないと生きていけないことを知っておられるということです。 私たち知らない間に間違ったものにしがみつきやすい。It, right. 私はあのすっごい怖がりなんですね。Really、スタッフは知ってると思うけど、くしゃみの音でもびっくりします。 だからくしゃみする前はくしゃみするって言ってからくしゃみしてもらいます。<laughs> であの小学生の時、クリチャンのない時にお化け屋敷に行ったんですよ。そう、怖がりなのに。<laughs> で、友達と行ってもらって、<laughs> もう。かかかんか こうやってこうやって行ったんですよね。<laughs> 入っって we もう真っ暗で s <S で みんな、を涼しくさせてあげるっんな、いわがり皆さん怖がりじゃないですかれに対して怖怖くくなないい失敗 人人の人の顔怖怖怖くくなないいでですすかか、ね、私たちは怖がりですよだから何かにしがみつかないといいいいけなででしししょただそののががみみつつくものを間違いやすいんですんある人はお金にしがみついています。ある人は

神様は私たちが間違ったものにしがみつきやすいことを知っておられます。God knows その間違ったものにしがみつくと私たちは恐れるんです。Easy for us to get afraid. だからここ15節をよく読んでほしい。神はあな,たをひとひとあなたを再び恐怖に陥れない。 あなたは恐れ,恐れの奴隷の霊を受けたのではないんです。あなたは子供としてくださる精霊の奴隷とされたんです、ね。私たちは過去の経験によって本当に縛られやすいものです。ね、人の言葉で傷つけられると、もう友達作るのやめようとか。 ね、いろんな人に振り回されたことがあるから、もうね、あのなんかこう、なんかこう中心に入っていくのやめようとか。ね、お金は心配だから、献金するのやめようとか。ね、私たちは、本当、過去の痛みやしがらみに縛りつけられると、本当、恐れの奴隷になってしまうんです。 When we get bound by our past experiences or things, we are become slaves of fear. And the devil says, That's just where you should be. He says, Stay right there. He says, Be a slave of fear. なぜなら神の栄光を表してほしくないからです。あなたは用いられてほしくないと悪魔は願っています。輝いてほしくないと願っています。でも私たちは奴隷の霊を受けたんじゃないんです。恐れの霊じゃないんです。イエス・キリストという愛の霊をいただいているんです。イエス・キリスト持ってるんです。 聖霊はそういうお方です。だから私たちは聖霊に 依存する人になってほしいんです。人生の同伴者が精霊だということを毎日毎日思い出してください。私たちはついつい人を頼りがちです。ね、人の言葉に頼りがちです。人の称賛、ねそ。それほど脆いものはないです。私たちの 人生のドン反射である聖霊に本当頼ってほしいと思います。With us 2> 第二手もての一章の何節にこういう見言葉があります。2ndtimothy says this: なぜならここもちょっとゆっくり読んでね。なぜなら神が私たちに与えてくださった聖霊は人を恐れず、知恵と力とをみなぎらせ、人を愛し、喜んで人と共に歩むようにさせてくださる霊だからです。 ね、皆さん、この御言葉を本当に握りしめてください。神様がくださった精霊は人を恐れないんです。ですね会社,ね、社会人の人のたくさんいると思うけど いろんな上司いるよね。ね恐れさせるる人いると思うでもね、ねそこぞわぞわ言ってるけど大丈夫, <laughs> 大丈夫、ね、私たちの中には精霊がおられることにいつも思い起こしてほしい。この精霊は人を恐れないんです。いいですか 生霊を迎える時私たちは人の目から解放されるんです Spirit, we, そして知恵と力をみなぎらせることができるだから皆さん自分を見てバカだと思っちゃいけない 知恵がないと言わないでください。皆さん、精霊を持ってるなら私には知恵をいただいていると言えるべきです。自分のプランに頼っているとそういうことをあのそう言わないようにします。だから聖書に書いてあることを生きてほしいです。皆さんは知恵と力にみ,ぎみなぎる人です。 そして人を愛することができる人です。皆さん、人々を愛することができますよ。You can love other people. そして、喜んで人と共に歩むように私たちはされます。傷つくとついつい孤独になりやすい。 元気な人のところに近寄りたくない気持ちはよくわかります。でもその時人見ちゃいけない。 精霊が私のうちにおられるんだということに目覚めてほしいです。第一コリント3の16、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなたに宿っていないことを知らないんですか 1> 1 3, 16, 知らないんですか <laughs> ちょっと英語で言おうと思ったけど、<laughs> ちょっとやめた。<laughs> し知らないんですか Do you not know? <laughs> あなたは神の死んでん。You are God's temple.What does this mean? This means that we are royalty.Heaven とかに似合わないということです。It means we can live in a palace.Some of us might be a little unique, but we are royalty. ごきげんよう。 って言える人になったんですごみ皆さん、貴族なんですよ。<'re> なんで <Why? S 1> あなたが偉いからじゃないんです。So、精霊が私たちのうちにおられるからなんです。ね、だから、これが真理だから、いつもこの真理に戻ってきてください。これが束縛から解放される唯一の方法です。 唯一です。だからいろんなカウンセリングとかセミナーとか行かなくていい。So, you know, s <S ね、そこに多額のお金を払ってきた人いますね。はい、でそこいらない。Things, 私たちを本当に愛してやまない、イエス・キリストである、生、ね、霊が私のうちに、神殿となっているんだということにみんな誇りを持ってください。 隣の人にごきげんようって言って。ごきげんようですよ。<laughs> <laughs> 皆さん、精霊が人生の同伴者だということを持って帰ってくださいね。So、あなたが手をつないでいる方は精霊ですよ。 怖い時聖霊の手を握ってください恐れる時聖霊の手を握ってくださいあなたの人生本当に開かれていきますそして二つ目 <second> とにかくまず聖霊に助けを求めてくださいもう一回言います <more> もうとにかくまず聖霊に 助けを求めるんできす。26節にもに本当に素晴らしいこと,であることを書いてある見たまま同じように弱い私たちを助けるっててて書いいますさん助けほしいこといいいっぱいあるよねな,ないのができまね。 助け通すこといっぱいあるじゃないその時私たちは間違ったものに助けを求めやすいんです。男とか、<From> men, 女とか、<From> women, 夫とか、<Our> husband, お金とか Or,、uh, money? ね、資格とか、<Our qualifications. S 1> ね、経験とか、<Our experience. S 1> お金とか <From money. S 1>、ね。皆さん知ってほしいですけど、本当に。 こんな脆いものはないんです。こんなに変わりやすいものもないんです。そしてこんなに当てにならないものはないです。私たちはいつも戻ってこないといけないのは弱い私たちを助けてくださる御霊のところに戻ってくるんです。この御霊はどういうお方か。 27節人間の心を探り極める方と書いています。みんな s e 27聖書を読んでいる人たくさんいると思うけど、こういうこと書いているって知ってました <laughs>、ね、聖書を読むとき、ゆっくり味わって読んでください。 ああ、聖霊は助けるんだ、聖霊かって読まないでください。で、多くの人がさーっと読んでる。Yes 様の声はとても小さなささやきです。だから皆さん、聖書を読むとき、しっかりと時間を確保してください。できたら朝がいいです。 I recommend the morning. それは一日の始まりだから。ね、別に夜方の人は夜でもいいけど、ゆっくりと味わって聖書を読んでほしい。聖、really、霊は人の心が分かるって。皆さんに聞きたいです。So、ask, 自分のこと分かりますか you know 自分のこと分かる 実はね、自分のこと分からないのは一番自分なんですよ。You know, really, 愛そうと思ってるのにどうして愛せないんだろう。悪いと思ってるのにどうしてやめられないんだろう。Us, but, こういうこと、日常茶飯事ですよね。だから私たち分かんないんです。だからそこで私たちは間違ったものに頼り出すと。 よっしゃ努力,努,力努力だってなるわけです。So、違うんです。とにかく、まず精霊に助けを求めるんです。あのギリシャ語で弱さっていうのをアスネイヤって言うんですけど Greek,、um, weakness, ね、皆さん、弱さの反対語なんだと思います。<What S 2> <わ>弱さの反対語。 だいたいこれね強さ。でも、聖書の言語をたどるときに、弱さの反対語は精霊、ドゥナミスなんです。弱さの反対語は、なんです。弱さの反対語は、努力じゃないんです。弱さの反対語は、強さじゃないんです。弱さの反対語は、精霊なんです。ですどういうことですか What does this mean? 私たち、弱さを覚えます。We その時、このデュナミスね、ダイナマイトの語源ですよね。このデュナミスな力を持って私たちは乗り越えさせてくださる方がおられるということを知るんです。そして、 この精霊は私たちのために取りなすと書いています。取りなすとはどういう意味かというと、あなたと同じようになって祈るということです。みなさん、あなたと同じようになれる人はいません <laughs>。あなたと同じような苦しみを理解できる人は本当にいないです。 だからイエス様は聖霊をくださったんです。皆さん、<Holy> ちょっと感動をまだしてないね。おかしい、mm, s <S あなたのことを一番理解できる聖霊をイエス様はもうすでにくださってるんですよ。えそこに目覚めてくださいまだ寝てますよ。 私たちはついつい間違ったものにしがみつきやすい弱さがありますよ。でも、イエス様は精霊をあらかじめくださって、私たちの弱さを神に取りなしてくださる方なんです。ただ私たちはその弱さを覚えるときに苦しみます。 苦難も通ります。でも苦難を通るとき知ってほしいことがあります。Struggle, それは私たちを作り変えてくださっているということです。観難は私たちは神を知る道具です。聖書に神は陶器士だと書いています。 エレミア18:4。陶器師は、粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り変えた。神神様は神の気にに入った器に私たた器私ちを作り変えたいんです それはもっと大きい器にしたいかのです。もっとたくさんの人を愛せるためです。もっとたくさんの人の重荷を終えるためです。それはどういうふうに用いられるか。第2テモテの2の20。大きな家には金や銀の器だけじゃなく、木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは癒やしいことに用います。 でですすすかららららら誰もももも自分自分身をを清清めめめててこれらのここれれれれのののののとととと離るるるるなななななその人は尊いいににににに使わわりますすなわち清められたた主人にとって有益なものあらゆる良い技に間に合う 2nd Timothy 2: It shows how we will be used as vessels. In a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use. 皆さん、あなたの人生を、エス様は、面倒を見てくれます。God will look after your life。よい時も、いい時も、悪い時も、いい時も、失敗した時も、罪を犯した時も、死自信を失った時も、自分を失った時も、全て神様があなたの人生を、 面倒見てくれますだからその度に苦しみや悲しみ痛みの中で逃げる必要がないんです、so、the, the デュナミス精霊がおられるから皆さん精霊がおられるって言って <laughs> 皆さんの内側にイエス様精霊がおられるんですジーズ、お好きな人間がおられるんです 聖でおられますよ本当に目覚めてほしいです。この方はあなたをより神様の尊い器になるように作り変えていかれます。だから苦難の中に入った時、私たちは、イエス様、私を。 Praying, Lord, そして、えー、37節私たちを愛してくださる方によってこれら全てのことの中にあって圧倒的な私たちは勝利者と書いています。私たちの人生のプランは私たちを愛してくださる方たよってこれらすべての人の中にあって圧倒的な私たちは勝利者と書いています。私たちの人生のプランはあなたが。 えー、あなたが最悪ということを駅に変えるという人生に私たちはプランニングされています。<music> あなたが迷っていることを駅に変えるという神様はあなたの人生にプランされています。good. <music> ね、失敗も涙も孤独もすべて神は駅に変えるというプランをされています。 精霊は今もあなたのために取りなしてくださっています。私たちは恐れの奴隷ではありません。 アバチチヨって、カミサマオトーサンテ、カミサマノコドモトサレダンデス。We have been made God's children.We can call him father. なんか予定されてるとか聞くと、えこの予定変わるんじゃないって思うよね <laughs>。And if you think I've been planned for this, you may think, oh well, plans change though. コレワヨテテノワ、キメテアルテ意味なんです。But this plan, it means it's decided. アナタワ、モ、カミサマ 愛の奴隷となることにもう決められているんですこれ、ね。イエス様の名簿があるとするでしょ、名簿。で名簿があるときにあの、罪の名地獄に行く名簿と天国に行く名簿があるんですよ。You know, で弓って探すときに

癒されないか癒されるかという名簿、どっちに書いてあるの神の栄光を表すという名前に稽古が書いてあるんです。皆さん、自分の名前が天国に記されていることを思い起こしてください。あなたは恐れる人という名簿には書いていません。 あなたは愛の人という名簿に書いてあります、名前が。Of of あなたを恐れて逃げる人の名前に載っていません。 あなたは勇敢な人という名前に載っているんです。だから悪魔に騙されちゃいけない。So、私たちはこの真理の御言葉の上に立たなきゃいけないです。だから本当に今、教会が動いています。岐阜、right really ね、に動こうとしています。いろんな人が本当に感謝してくれています、ね。市長も本当に協力しようとしてくれています。 私たち本当に聖霊の声に耳を一番傾けないといけないです。自分のビジョンを達成することが成功ではありません。神の計画を達成することが私たちのビジョンです。だから最後、三つ目、神の計画を表す栄光の人生にあなたは予定されています。 29節、30節。神様はあらかじめという言葉を2回使っています。29節、29節、God used predestined and foreknew. 神はあらかじめあなたを知っていたと。と皆さん、今日、あなたの状況を神は全部ご存知です。 そしてここにいるのは偶然ではないです。偶然なんかこの世の中に一個もないです。No、神が全てのことをご存知のゆえに、ここに私たちを選んでおいてくださいました。神、あなたはあらかじめ知っていて、イエス様と同じ姿にあらかじめ定めておいた。 私はこの一節を読むと本当に感謝します。Verse, so、私たちは罪深いです。私たちはいながら神様の道を外れる弱いもの私たちは罪深いです。God, so、でもそんなこと関係ないって主はおっしゃいです。です。私たはいいす。す。 のの形に私私ははあなたを選んだのは私だって神様はその私たちを選び、選んだ人をもう罪のないものだというふうにもう認めているといおっしゃっている。もう罪のない人だって言うだけじゃなくて。 あなたの人生は英語ある人生に神は導くと約束しておられます。あなたの過去がどうであってもです。あなたの今がどうであってもです。も今うです。実際私はこのことを今取り扱われ中です。 あの過去のことがよみがえってきて、恐れの中にいます。本当、<music> ね、小学校1年生から6年生まで、虐待性的な虐待にあって、のこのこついていたお前が悪いという生命の中にいます。<music> こんな私が選ばれていいのかというふうにいつもここで祈っています。 こんな私が聖書の話をしていいのかという葛藤が毎日あります。Okay、怒られっぱなしで許されたことが一度もありません。No really okay、みんなが愛してるよ、許してるよと言われても、どうしても受け入れられません。Loved, forgiven, so、でも、主がこう語ってくださいました。 But the Lord has spoken. He says, Your name is known in heaven. You are not a person of fear, you are a person of courage. He says, I'm sorry that happened. ね、どうしようもできなかったんだねって。ね、皆さんの人生どうしようもできないことあると思います。ね、後悔してもしきれないことたくさんあると思う。So、much, でもそういうことは神の目には全く関係がないんです。どん底であっても 今、病気であっても、あなたが不幸であっても、unhappy, あなたは神様の栄光をあらは人生に導いていかれます。だから知ってください。自分が何にしがみついているかを今、本当に明確にしてほしいです。あなたがしがみついているもの何ですか人ですか 人の言葉ですか過去の経験ですか past? 立場ですかそんなもんね、脆いんです、ね。あなたの存在自体、神に愛されていることを本当に受け入れ,受け入れてほしいです。you. 皆さん、ね、命を懸けて、イエス・キリストは死んでくださいました。Jesus gave his life for you. あなたのために死ぬ方はこの方以外にいません。決して裏切りません。そして、あなたの心を探り極め知っておられる方もこの方だけです。皆さん、この方以外に何が必要ですか？この方以外に何が必要ですか？ この方以外に何が欲しいですか本当に今日、主の前に出て欲しいです。あなた、神様はあなたの何かを奪いたいのでは決してありません。神様はただあなたを癒したいだけです。ありのままでいいんだということを受け入れて欲しいんです。 「そして私はどれほど素晴らしい人生に神が招いておられるかそれを信じてほしいだけです」「皆さんあなた神い選ばれています」「神様に chosen by God」「ですか?」 アメ,アメンって言ってください。皆さん、神様選ばれています。罪がないものとしてもう認められています。アメンですかあなた、英語を表す人生に選ばれています。はいって言いますか、yes? いいえって言わないでください。No, 私こそその人ですって言ってください。 あの人生は素晴らしい。将来が用意されていますだから s <S イエス以外にしがみついてちは、私た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 いと思います立ち上がってください、like、to 祈りましょうたちは、私たちは、私たち 今日イエス様と一対一になってください。今日、あなた。神様のプランを何かお話ししました。今日、神様のプランを何かお話しました。私たち、今、現実を見て自分を測っていると思います。過去を見て自分を測っていると思います。でも、もう一度今日知ってください。でも、もう一度今日知ってください。私は神に選ばれたということ。 I am chosen by God. もう罪がないという立場に神が置いてくださっているということ。Have sin. 栄光ある人生に神が導くと予定してくださっているということ。皆さんの名前は神様の救いの愛の名前に載っているということ。私はそれらを疑ってきた。 If you say, that, 現実だけを見ていた。I've only looked at reality around me.I've looked at my past.And today I want to repent.I will receive this truth that I am chosen and loved by God.I will choose to live this life of blessing.Because the Holy Spirit says that I can. 神様ごめ私はさい私はあなたのリストに載って,るこって,載ってい私はと疑って私は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 をは私て私は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 私 イエス・キリスト以外にあなたは何にしがみついていますかもう一度聞きますイエス・キリスト以外にあなたは何にしがみついていますか人からの賞賛ですか自分の立場にしがみついていませんかあなたの自分のミニストリーにしがみついていませんか あなたの過去の経験にしがみついていませんか成功にしがみついていませんかお金にしがみついていませんかそして自分の計画にしがみついていませんかにしがみついていませんかそのにしがみつて脆く消え失お金にしがみついていませんかのです今日それらをイエス様に捧げますしてにしがみついていませんかてに 私は精霊だけにしがみつきます。そして私たちを自由にしてください。恐れの奴隷から天のお父様と子供としての本当に存在にされたこと、そこに私は立ち帰りたい。イエス・キリストにしがみつきますそのように決心たれた人を立げ帰を立げてください。たは、えー、をい。 よろしく,ください祈ります。よろしくを弱いこます。知ってくださってありがとうございます。よに,にしくお願いします。よろしくやすい私たちは許してくださいでもイエス様は私たちをそのありのままで受け入れてくださっていることを信じます。 But Jesus, we believe that you accept us just as we are. And it's because the Holy Spirit knows our weakness. We repent for holding on to our own plans. For putting success at the top of our priorities. 一番大事だと、思っていこと、たこと、を悔い与えます立場が大事だと、思っていたこと、を許してくださいもう一度今日神の息子娘大事と、して立たち返りますこと、そしてイエス様今日今手を挙げた人たちが本当に自由の霊を持ってと、ちたたち 持つことができまますすようにお願いします真理の言葉の上に立てますようにイエスの皆によって祈ります。最後一つ聞かせてください。命を捨ててくださったイエス様に私はついていきたい。You, ね聖書全部分かんないし、今日初めて教会来たけど、命を捨てて私を 命の名前に載せてくださってる神様がいるなら信じてみたいなと思う方がいたら手を挙げて教えてくれますか today, book, you, you 祈りりままますすすイエス様 <'ll> 今日もも救いいいいいががが来たことありがととああうございます迷るる人もいると思いますど 続けてください語り続けてくださいどれほど神が私たちを愛しておられるかイエス様本当に今日ここにおられる人たちが全ての人がイエス様の自由を経験できますように息子娘であることに誇りを持てますように今日これから帰る後 人生の同伴者である聖霊の手を握りしめられられますように。The, the イエス様は共にいてくださること、ありがとうございます。イエス様の皆によって祈ります。Jesus, イエス様に拍手しましょう。 じゃあ最後にみんなで宣言文を読んで、生式したいと思います。じゃあ日本語からは、きましてくれてありがとう私の心に入ってきてください私の人生を導いてください英ます。<Amen. S 1> ありがとうミ先生大きな拍手してください素晴らしい。